引き続き補足説明を聴取いたします。遠山財務大臣令和 2>, 2年度予算につきましては、ただいま財務大臣から説明いたしましたとおりでございますが、若干の点について補足説明をさせていただきます。はじめに一般会計歳出等について補足説明いたします。 社会保障関係費につきましては、年金給付費12兆5232億円、医療給付費12兆1546億円、介護給付費3兆3838 38億円、少子化対策費3兆387億円、生活扶助等社会福祉費4兆2027億円等、合計35兆8608億円を計上しております。 文教関係費につきましては、義務教育費、国庫負担金1兆5221億円、教育振興助成費2兆3768億円等、合計4兆1416億円を計上しております。また、科学技術振興費につきましては、1兆3639億円を計上しております。地方交付税交付金等につきましては、 地方交付税交付金として15兆6085億円、地方特例交付金として2007億,億円、合計15兆8093億円を交付税および常用税配付金特別会計に繰り入れることとしております。そのほか、震災復興特別交付税の財源として、東日本大震災復興特別会計から3398億円を交付税および 常用税配付金特別会計に繰りりることとしております防衛関係費につきましては、宇宙、サイバー、電磁波といった新たな領域における能力の強化など、多次元統合防衛力の構築を推進するとともに、沖縄の基地負担軽減等のために行う、在,在,日,在日米軍再編事業等を着実に推進するため、5兆3133億円を計上しております。 公共事業関係費につきましては、地産地水対策事業費1兆1375億円、道路整備事業費1兆7819億円、住宅都市環境整備事業費6947億円、農林水産基盤整備事業費6926億円、社会資本総合整備事業費1兆8015億円と、合計6兆8571億円を計上しております。 経済協力費につきましては、無償資金協力として1632億円、JICA 技術協力として1516億円、国際分担金拠出金として1136億円等、合計5123億円を計上しております。中小企業対策費につきましては、中小企業の経営革新や取引適正化等の支援として408億円、資金繰り支援として880億円等、 合計千七百五十三億円を計上しております。エネルギー対策員につきましては、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費交付金三百六十五億円、一般会計からエネルギー対策特別会計への繰り入れ九千七十五億円等、合計九千四百九十五億円を計上しております。農林水産関係予算につきましては。 食料の安定供給の確保に直接的に資する諸施策を実施するための食料安定供給関係費9840億円等、公共事業関係費のうち農林水産関係部分を含め、合計2兆4117億円を計上しております。次に一般会計歳入について補足説明いたします。租税税税等の収入につきましては所得税19兆兆億円法人税12兆 飛んで六百五十億円、消費税二十一兆七千百九十億円等、合計六十三兆五千百三十億円を見込んでおります。なお令和二年度の租税等を基礎として国民所得に対する租税負担率を推計いたしますと、国税におきましては十六点四％程度になるものと見込んでおります。また国税地方税を合わせた負担率は二十六点五％程度になるものと見込んでおります。 財政投融資計画につきましては、財政融資11兆1864億円、産業投資4510億円等を計上し、計画規模は13兆2195億円となっております。成長力強化のための重点投資として、現下の低金利状況を生かした高速道路の整備、および成田国際空港滑走路の新設延伸や、日本企業の海外展開支援等、真に必要な 資金需要にに適切に対応すすることといたしております以上、令和2年度予算についての補足説明をいたしました。何卒御ご審議の上、速やかにご賛同いただきますよう心からお願いを申し上げます。次に